よいしょ。ということでね、さらば生口島、こんにちは大三島という格好ですね。料金所ですね。OK、うん、行きましょう。ここは100円なんですね。多分距離が長いなと思います。橋を貸し切り状態ですね。今天気良くなりましたね。本当に今日ね、曇りでから、もしかしたら昼ぐらいからパラパラするかもしれんとかっていうような天気だったのにからバッチリですね。はい、ということでね、大三島に、上陸ですね。あー気持ちいい。はい、降りてきました。で、こっちがね、実は道の駅なんですよね。ですのでここでね、少しちょっと休憩させてもらいましょう。お尻も痛いし、この辺飛ばさせてもらいましょうかね。よいしょ、よし。はい、到着。ね、5キロ走ってきました。あ、ここまでぐらいです。40キロちょうどぐらいなんじゃないかと思うんですけどね。どうでしょうか。はい、よし。はい、ということでね、ちょっと今ね、道の駅の方にやってきました。ここはね、大三島の道の駅なんですけども、ちょっとね、中を見させてもらいましょう。あ、すごい、魚が泳いでますね。幻の高級魚、タイもいる。なんかね、見たことないご当地ラーメンがたくさんありますね。カツオ人間、タイ塩ラーメン、オリーブ醤油。でもここはね、確か今いる場所は四国のはずなんですよね。ここって塩も売ってますね。あ、博多の塩がある。焼き塩だこれ。あ、かわいい。野菜コーナーにね、人参売ってるんで、人参買ってきましょうかね。すいません、120円。ありがとうございます。オッケー、人参をゲットしました。今日ね、宿泊する場所にはちょっと必需品なんで買っときました。どうやらね、ここ3時までらしくて、あと5分ぐらいで閉まるんですよね。で、今日ね、ここで買って向こうで何か作ろうかと思ったんですけども、ちょっとね、適当なものを探す時間がないんで、これにします。博多の塩にしましょう。美味しそうなの、いいのがありました。はい、よし、ありがとうございます。はい、ということでね、来て10分ぐらいでね、道の駅閉まっちゃったんですけども、まだね、ここで少しゆっくりしてもいいんで、少しだけね、景色眺めながらゆっくりさせてもらいます。はい、ということでね、今ちょっと休憩してるんですけども、走行距離調べてみたらですね、こんな感じで走行してきたんですけども、現在地のここまででね、39キロで、家からプラス2キロなんで41キロ走ってましたね。よく走ってます。で、バッテリーの残りは35ボルトなんで、まだ走れますね。40キロで6ボルト消費したという格好ですね。よく走ってますね。これならね、まだまだ問題なく走るんじゃないかと思います。あと20キロは難しいにしても、あと10キロは確実にね、走れそうですね。ということは1個で約50キロは走れるという格好ですね。で、今日のキャンプ予定地はここからね、4キロほど走行した先にあるんですけども、その間でね、今日の食材を買い物しながら目的地の方にね、向かっていこうかなと思います。はい、で、ちなみにね、今まだ3時ちょいなんですけども、もう僕お昼ご飯も食べてないし、お腹も空いたし、キャンプ場に行ってちょっとゆっくりもしたいんで、もうね、目指しましょう、キャンプ場に。天気も回復してきました。よし、それでね、行きましょう。よし、はい、 A コープさんですね。はい、ということでね、A コープさんに到着です。ちょっとね、こちらで少しね、買い出ししていきたいと思います。行ってきます。はい、ということでね、買い物終わったんですけども、終わったらね、今ね、4時40分ぐらいです。ですので、ね、またね、1時間ぐらい中で買い物ちょっと楽しんでしまいました。すいません、楽しかったんで。で、ちょっとね、もう急いで行かないと、実はね、キャンプしようとしてる場所って船で行かないといけないんですけども、その船の時間がね、1時間に1本とかだったんですよ。で、僕ね、時間チェックせずにから買い物楽しんでたんで、もしかしたらね、船どえらい待たんといけるかもしれないんですけども、まあ仕方がないですね。とりあえずね、最高速度21キロでゆっくり走ってます。はい、ね、さっきから車にたくさん抜かれてるんですけども、この先ってね、そのフェリー乗り場以外なんか特にないんですよね。で、あと600メートルぐらいなんですけども、間に合うんでしょうか。フェリーが出るからみんな急いで行ってるとかっていうオチだったら困るんですけどもね、これ逃したら1時間待ちとかっていう分だったら相当困るんで、
やばい。はい、到着です。時刻がこっちから行く分5時っていうのがあるんですかね、もしかしたら5時の分があって、危な、あと5分とかしかなかった。やばい、5時の分乗れそうです。ちょっとねチェックインしましょう。あ、すいません。原付と大人一人、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、フェリー到着したんですぐに出発すると思うんで、搭乗時にね行きましょう。電圧 34V 持ちましたね、なんとか。お、乗船指示出ました。はい、お願いします。これバイクかいの？原付です。よいしょ、 OK、 乗船できました。で、上があるんでね、上上がってみましょうかね。もうね、すぐに出港っぽいです。よいしょ、ちょっと座らせてもらいましょう。よいしょ、あのね、出港ですね。15、6分でね、着くようです。はい、一直線に向かっているあの島が今回のキャンプ地の大久野島ですね。はい、もうすぐ到着らしいです。はい、あのね、船がね、回転を始めました。ぐるーっと頭を向こうに振ってから、お尻からバックであそこにつけるみたいですね。あれ、なんかじゃないけど、ごめんなさい、なんかスルーされてるんだけども、あれ違うのかな、俺なんか間違った？え、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、あ、もしかしたら俺この島で降りるって言うとらなかったからな。あ、嘘、ちょっと待って、嘘でしょ。あのね、とんでもないミスしました。多分ね、僕あそこに行くっていう分じゃなくてから、原付き大人一人しか言わなかったから、向こうに本当に帰るために動いてる、これわ。ちょっと島に行けない、これそういうことなの？うそー、やってしまいました。僕今日一生懸命こっちまで来たのにから、仕方がないですね、これちょっと一旦降りるしかないです、向こうで。これは困りましたね。はい、でね、今からね、このただ海っていう分に到着するんですけども、今度はね、ただ海から大久野島に行かないといけないのにから、フェリーは出てないんですよね。なんですけども、7時55分にね、客船が出てるんで、この分でもう手荷物にした状態でからね、持ち込みましょう。もうそれしかないです。それで行きましょう。はい、ということでね、半日かけて苦労して島を4つ渡ったんですけども、うっかりポカでね、本土に帰ってきました。よし、到着ですね。下船の準備をしましょう。よいしょ、行きましょう。あはびっくりびっくり、いや失敗失敗で、ちょっとここでね、チケット買うみたいなんで乗りましょう。ちょっとね、チケット見てきます。すいません、大人1枚お願いします。チケットは券売機で向こうあるんです、あ、はい、20分後にね、出発なんで、なんとか間に合いますね。大人片道、これだ、大人片道 OK とりあえずね、もうこの分を手荷物にしましょう。よし、じゃあ持っていきましょう。よっしゃ、よし、初めてでして、はい、こういうスタイルで、自転車分の料金だけ、はいはいはい、いただいても、あ、全然問題ないです。よいしょ、プラスね、自転車の金額が入りました。よっしゃ、 OK、 はい、お願いします。よいしょ、なんとかね、乗れました。 OK ですね。よし、出港です。いやー、よかったよかった、乗せてもらえたんでね、無事行けると思います。あー、もっと向こうに来れるんだ、やった。はい、そろそろね、到着です。 OK、 到着です。すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでね、無事島に到着したんですけども、自転車以外はね、どうやら乗ったらいけないらしかったんで、あのね、押してからね、行きたいと思います。ここ行きましょう。カゴが欲しいですね、アイオンは。あのね、この島はね、あの可愛い顔をしたちょっと凶悪な生物がたくさんいるっていう風に聞いてるんでね、もうちょっと気をつけてから今日キャンプ楽しみたいと思います。もう辺り一面にね、見てください、この凶悪な生物がね、こんなにたくさんいるんですよ。ほら、穴を掘ったりとかしてから、
ほら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 、あ、かわいい、子供のやつですよ。わ、おいで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 、あ、なでなでさせて、なでなで、抱っこはしちゃいけないらしいんで、びっくりした。あ、でもなで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 、あ、した、はい。あー、ごめん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 。あー、かわいすぎる。あー、よし。チェックインをしに行って、あとね、バッテリーの充電、許可もらってるんでね、充電させてもらうのと、あと、ついでにね、お風呂もちょっともう入らせてもらいましょう。よし。じゃちょっと準備して、あれします。こっちですね。あの、歩いてたらね、ついてきてますね。かわいい。あとで食べるのもあげるから、ここはトイレですね。チェックインに行きましょう。今ね、6時ちょっと回った時間なんでね、薄暗くなり始めましたね。うさぎとも遊びたいんですけども、駆けずり回って、ひこずり回って、大汗かいたんで、お風呂だけ入りましょう。はい、こちらがね、受付のビジターセンターですね。歩いて5分って言われたんですけども、本当に5分ぐらいで来れました。電動アシスト自転車だったら OK だったかもしれませんね。チェックインしていきましょう。はい、ということでね、チェックイン済ませました。で、お風呂がね、入れるんだったんですけども、今もう時間がね、6時45分とかぐらいなんですよね。で、お風呂入って上がったりしたらもう7時半ぐらいになって、外が真っ暗になっちゃうんで、もうテントの設営ができないんで、お風呂は朝入ることにしました。で、あとね、バッテリーの充電も OK だったんですけど、実はね、これ本当はダメだったらしくてから、なんか今回だけ特別っていう格好にね、なったんで、多分あの他の方がね、電動原付で来ても充電させてもらえないと思うんで、その点のみね、ちょっと皆さんあらかじめご了承ください。すいません。ちなみにね、なんか電動原付で来る人はなんか初めてらしくてから、前例がないから対応のしようがわからないから、あのそういう風にさせてもらうっていう格好だったようです。じゃあ戻りましょう。バイクに戻ってきたら囲まれました。かわいい。押していきましょう。押してっていうか引いてっていうか、島内エンジンかけちゃダメらしいんでね。よし、到着です。ここが僕の今日の城ですね。よっしゃ、 OK。 じゃあね、何やとまで、まずはテントちょっともう広げます。よいしょ、よし、これで OK かな。こんな感じ。よし、テント設営完了。テント設営も終わったんでね、いよいよあれを出しますかね。人参を、これでね、ちょっと餌付けをしましょう。これどうやって分けてるんだろうね。よし、これ食べるかな。あ、食べた。美味しい。うさぎのね、ぬくもりを感じますね。ゆうか、いるか。はい、はい。すごい音させるな。よし、よしよしぐらいさせてくれ。よしよしぐらい。よしよし。よっしゃ、はい。おしまい。よーし。ということで、ね、もう今日の人参やりはすべて終了で。そうね、そろそろね、晩ご飯作りましょうか。僕のご飯も作りましょう。なんかね、その辺じゃちょっと火が使えないんで、炊事灯があるんでね、炊事灯で料理します。あー、炊事灯についたんですけども、これ電気つかないんかな。あるはずなんですけどね。おー、びっくりした。これかな。 OK。 今回はね、お肉を買ってきたんですけども、こんな感じでね、またいつものようにこの中に入れて冷やしてます。十分冷えてますね。さっきのスーパーで半額の良さげなお肉があったんで、これをね、焼いて食べたいと思います。よし、じゃあね、焼きましょう。どうです、肉を入れて塩を振って、で、ファイヤー、これでね、焼いていきましょう。よいしょ、上手に焼けますように。じゃあね、1個いただきましょう。 OK、 いただきます。あく、うん、おいしい。
正直ね、胡椒があったらもっと美味しかったけども、でも全然問題ないです。美味しい。おお、キャンプキャンプ。よし、ということでね、一本いただきましょう。いただきます。あー、最高で、お肉を焼けたんですけども、火が余るのはもう想定内だったんで、こういうのをね、買ってきてました。酢豚セットですね。大好きなシールが貼られたんで買ってきました。あ、ちなみにさっきのお肉もね、半額シール貼られてたやつです。で、これをもうちょっと入れてこうですね。で、あとね、うさぎ用に買ってきた小松菜があるんで、これもちょっと使いましょう。2羽ぐらい。よっしゃ、これでね、炒めましょう。で、頑張って火を通していきましょう。で、次はね、肉。よいしょ。で、燃料がね、もうなくなったんで、入れ替えましょうか。よっしゃ、いい感じなんで、仕上げを入れていきましょう。で、これを混ぜて絡めたら完成ですね。うわ、うまそう。おー、美味しそう。いい感じのができておりますね。よし、OK でしょう。いい感じにできました。OK。もう今日調理するものはないんでね、火は自然消滅を待ちます。どこで食べようかな。ね、OK って言いながら、ここで座って食べるところはないんですよね。ここ座って食べましょうかね。よいしょ。OK。じゃあね、酢豚と新しいビールに乾杯。酢豚も混ぜましょう、酢豚をね。小松菜入りですよ。いただきます。うん。うん。美味しい。よくできてます。うん。ああ。とりあえずね、ここ以外照明が全くないんでね、ここで食べるしかないですね。うん。で、床はね、爆弾がだいぶ落ちてるんで、座ることができませんね。椅子がいりますね。仕方がない。まあ、ここでね、ゆっくりうさぎ眺めながら、ご飯いただきたいと思います。はい、しっかりね、食べました。ごちそうさまでした。で、今ね、9時ぐらいなんで、まだ夜は早いんですけども、特にね、することもないんで、テントまでてゆっくりしましょうかね。その前にね、洗い物だけしときましょう。こうね、水場があるんで、洗って帰ります。はい、片付け終了です。じゃあね、テントにね、戻りましょう。あー、疲れた。はい、ただいま、休みます。はい、テントの中にね、入りました。風がなくて湿度が高いんで、ちょっとムシムシしますかね。でもね、暑くて寝苦しいっていう感じではないです。で、まだね、夜は早いんで、タブレットでね、なんか映画でも見ながらゆっくりテント内で過ごしたいと思います。ね、テント内に雨が染みてきてしまいました。場所によってはね、洪水です。やばいな。ね、びっくりしました。今着いたんですけども、昨日ね、間違えて到着した、またこっち側に来てしまいました。